ケナガコナダニタイラフェイゲスプトレセンティーは、コナダニの仲間では代表的な種であり、最も普通に見られる種である。食品や畳などに大発生することがよくある。それ以外にも生活への影響は幅広い。コナダニ類はよく貯蔵食料や穀物に大発生することで知られており、本種はその代表的なものである。0.5ミ、mm、リメートルに満たない半透明なダニである。 腹部後方には体調と同じくらいに長い毛が生えている。本種は世界に広く見られ、日本でも全土に普通に見られる。医薬品、畳などに発生することもあり、さらに農作物に被害を与える例も知られる。一見では発生しているように見えなくとも、あちこちに生息しており、アレルゲンになりうることも知られ、その影響は極めて広範囲に及ぶ。他方で、 コナダニのタグイが生活史に持つヒポプスキを毛長コナダには持たないため同じ仲間の中でも乾燥には弱い面がある。体長はメスで0.3から0.4ミ、mm、リメートル、オスでは0.2から0.3ミ、mm、リメートル程度半透明から乳白色をしている。体は厚みのある楕円型で表皮は柔らかくて全体に滑らかになっており、ただ全体部と後体部の境界に 横溝がある。ハサミ角は太くて短く、ふわしと共にやはり透明。体の後端には7体の耕円網が生えており、これは体長に等しいほどに長い。体の両側面に暗い色の領域がある。ふわしはいずれも胴長より短い。先端にある爪は1本だけで、肉質の肉板の袋に包まれる。オスの第4脚節には2個の小球盤がある。 また、第3、第4脚の元節の間にある、正門には、死ゆともに2体の吸盤がある。メスでは、肛門が腹部末端近くにあるが、オスでは、肛門が腹部後端から離れて、正門寄りの位置にあり、1体の高級板があるのが目立つ。高級板はメスにはない。繁殖に公的な温度は25摂氏28度で、摂氏10度以下では、繁殖が止まる。 しかし摂取7度程度までならゆっくりと成長を続けられる。摂取40度を超えると死滅する。湿度は75%が公的で60%以下では成長が止まり50%以下になると卵は孵化しなくなる。ダニの飼料の湿度としては15から20%が最適と言われ10%以下では発育が抑制される。畳の場合、 20から30%の湿度が最適である。粉ニ類は一般に卵、幼虫、第1ワカムシ、第2ワカムシ、成虫という過程をたどる。最適な条件とされる温度摂氏27度、湿度75%では卵から成虫になるまでに10日しかかからず、その繁殖はとても早い。ちなみに摂氏24度では15日。 摂氏20度でも20日で成虫になる。また、粉ニ類には、第二若虫の時に、ヒポプスという形態を取るものがあり、これは扁平で厚い外壁を持ち、後期がなくて、吸着板が発達するもので、これによって昆虫にくっついて移動することができる。また、この時期のものは、乾燥にも強く、そのために、これを持つものが穀物などに繁殖した際、乾燥させても、 この時期のものが生き延びるために全滅させるのが難しい。ただし本種には、この時期はない。食性としては、貯蔵食料に関してはほぼあらゆるものを食べる。その他植物の生きた組織を食うこともある。それらに関しては、口実の利害の高を参照のこと。お茶が白っぽくなっているので調べると1グラムあたりに、本種が1000匹以上もいたという記録もある。 ダニで最も普通な種とも言われ、日本全国に分布し、また、世界共通種である。口述のように同族の種が複数ある。いずれもよく似ており、肉眼では、区別不能である。ちなみにこの類は、気機物質として働く警報ヘロモンを分泌することが知られ、その種類が種によって異なり、そのために、それぞれ独特の匂いを発するという。 ただしそれによって種を判別するには、人の嗅覚が向いていないようである。極めて普通に身近に生息しており、大々に大発生することから、その被害は多方面に出る。本種は広範囲の食品に発生する。例えば、削り節、煮干し、砂糖、パン粉、小麦粉、片栗粉、米、七味唐辛子、昆布、きなこ、味噌、はっ粉、そうめん、ぬか、つくだに、 漬物、チーズ、羊羹、ビスケット、落眼、チョコレート、飴玉が挙げられている。また、人家に発生する、粉谷類は他にもいくつもの種があり、これらにはそれらも出現する。他方、それらの種は指向性があるものが多く、例えば砂糖谷カーペグリファスタクタスは、砂糖と味噌、甲の干し方にラーベグリファスコノイは、魚の干物に類するものに、 よく出現するのに対して、本種は非常に幅広い食品に出現する。これは、消化酵素の活性にも関わりがあり、麦粉などにエイリログリファスをベイタスは、多糖類をよく利用し、澱粉分解酵素の活性値が高く、多方で砂糖を好む砂糖谷では砂糖を分解する、酵素値が高く、本種の場合、この両者のほぼ中央の値を持つという、食品ではないが、 薬剤でもタンパク質の含まれるもの、デンプン質、乳糖などを含むものに繁殖することもある。家畜飼料での繁殖も起こる。また、様々な微生物を体につけて食品に入り込むことで、それが増殖して食品の変色や悪臭の発生を引き起こすこともある。農作物への害が知られるようになったのは近年のことである。 被害を受ける作物としては、ウリ科のもの、キュウリ、メロン、カボチャ、スイカなどで、他に、ナスが加害されることもある。被害を受けるのは、作物が苗の期間で、新芽や若葉から吸収される。被害部位では、多数の小さな穴や白黄色の小さな斑点が生じ、葉や花が,が欠損する。発生源は植物そのものではなく、根元の土壌に切り輪をすき込んだり、 油かすや敷きわらをした場合に、それらでダニが発生し、それが植物体に移動して、被害を与える。これらの有機物が分解する過程で発生が多く、完全に分解するとその密度は低下する。なお、北海道では、同族で主として作物に発生するものに、温室系ナダニに T ・ネイスワンダーイや、ほうれん草系ナダニに T ・シミリス、 大毛長小灘にティーパーニキオススが知られている。これらは本種と告示しており、固定標本で成形しなければ、区別は難しい。同様に北海道で作物を害するものに、禁煙の別族のものである、ニセ毛長ナダにマイシタグリファスフンジェバースがある。また、椎茸栽培に被害を与える例も知られる。小ズコ米ヌカワイチを用いた培養の際、 その初期に本種が発生するのだが、その際に本種が椎茸の成長の害となる菌を持ち込み、そのためにキノコの菌糸が成長しなくなる。屋内の畳や床の埃の中にも普通に見られる。特に新築家屋によく発生する。畳はその芯の稲藁が発生源となり、半乾きの藁を使うと半年程度で発生が見られるようになる。 特にコンクリートに敷かれた畳は繁殖にとって指摘とも言える条件となる。藁そのものがダニの栄養源となり、刈り取られたものが乾燥にかけられる段階で、すでに繁殖が始まる。畳の内部ではそれ以外に、カビの放射やホコリなどが栄養源として供給され、また畳の放水性、吸湿性、それにダニの隠れ家としての感激が多数存在する構造などが、 ダニの繁殖にとって極めて良い環境を作り上げており、畳の円に白い子が動いているのが見えるほどに繁殖することがある。なお、このようなことを日本の家屋の変化と結びつける考え方もある。本来の日本家屋はとても風通しよく作られており、畳も適度に乾燥させられていたものが、近年ははるかに密閉性が高くなり、 そのために畳をダニの住みやすいものにしたという指摘である。毛長粉コダニそのものには人体への悪影響を与える性質はない。血を吸うこともないし、毒成分を持ってもいない。食物には知らない間に繁殖することが多々あり、無自覚に口にする例も多いと思われるが、それによって人体に悪影響を与えてはいないと思われる。ただし本種が体内から検出される。 人体内ダニ症の原因となった例がある。もっとも症状があって、ダニが検出されることはあるが、ダニと症状との因果関係は明らかではない。他方で、全息患者が、毛長ガコナダニをアレルゲンとして、抗原抗体反応を起こしている場合があることは、証明されている。また、本種の直接の害ではないが、本種が大発生するとこれを捕食する、爪ダニ類が発生することがよくあり。 これが人を刺して発信を起こさせることがある。ミルベンケーゼチーズの熟成用保管箱ヨーロッパではチーズにダニを繁殖させ熟成に役立てるというカマンベールのようにカビを生やして熟成させるものではなくより消極的に熟成させるタイプのチーズではその表面にダニが繁殖しそれが生えるカビを食べてその成長をコントロールし同時に 彼ら自体も熟成に加担しているとされる。ドイツのそれはチーズコナダにティロリンカス KCE とされているが、フランスのものを同定したところ、本種であったという。基本的には、本種の発生は望まれないもので、対策は求められるところである。高温や低温、および乾燥に弱いので、これが対応策となる。高温では、摂氏50度では約10分で死滅し、低温は、 摂取0度で約4日間で死滅する。また、室内の湿度を70%以下、食物の眼水量を14%以下にすると、発生を防ぐことができる。以下、主として、佐藤変、P211 佐藤変、P212、岡田ほか、P397 以上、佐藤変、P211 以上、佐藤変、P211、島の 多角編、P115、埋めたに、岡田、P978、埋めたに、岡田、P978 以上、高原編長、P71、佐藤編、P212 この項は、主として、埋めたに、岡田、P212、埋めたに、岡田、P978、島の、多角編、P143 以降、佐藤編、P212、島の、高く、 P5、島の、高く、P54 佐藤編、P212 高原編著、P67 島の、P12 から19以上佐藤編、P52。ありがとうございます。